映える朱色の体が人気のメダカ、楊貴妃に、丸い体型が可愛らしい金魚、ピンポンパール。綺麗な金魚、見ていて全然飽きないです。店内にはずらっと水槽が並んでいて、様々な種類の金魚やメダカが泳いでいます。今年3月、米子市の元町通り商店街にオープンした元町水族館ビオット。近年ブームが続くメダカや金魚を取り扱う専門店です。メダカや金魚の愛好家はもちろん、ふらっと魚を見に立ち寄ったという人の姿も。その名の通り、街中にある水族館のような場所です。かわいいです。子供連れて行きたいです。ええ、メダカを飼ってる人が多いんで、まあ、ちょっとどんなものかなと思って。いつぐらい、10年前ぐらいからちょっと遊びでやってて、いろんなメダカを見れるし、まあ、飼い方もいろいろと相談したり話したりができるんで。偶然のブームの中、メダカや金魚は高いものだと1匹数万円から100万円することもありますが、店が取り扱うのは1匹100円から2000円と比較的安い価格帯の品種。子供のお小遣いでも大丈夫、良心的な価格設定なのも店の特徴の一つです。その上から見たりするところの綺麗さだったり、動きの可愛さだったり、手から直接餌を食べてくれたりですかね、愛情を注げば注ぐほど、はい、応えてくれます。店主の山本勝さん、50歳。幼少の頃から金魚を愛して40年、好きが高じて店をオープンしたといいますが、実は山本さんには別の顔が。よいしょ。慣れた手つきで木の枝を剪定する背中には庭の文字。山本さん、市内で造園業を営む庭師でもあるのです。これまでに民家や寺など100以上の庭を手掛けてきた職人歴30年の大ベテラン。そんな山本さんがなぜメダカや金魚の販売を行っているのでしょうか。なかなか庭の部分がですね、入っていない、植栽ですとかも少なかったりするので、やっぱ庭師本来の造園という仕事がですね、少しずつやっぱり減ってきてはいるんですね。近年アパートやマンション、洋風建築の戸建てが増えるにつれて、日本風の庭を持つ人が急激に減少。職人の高齢化なども相まって、造園業者の数は年々減っているといいます。こうした中、山本さんが目をつけたのが、植物と生物が共存する小さな空間、ビオトープです。店の前にはさまざまな種類のビオトープが並んでいます。そしてですね、こちらにもビオトープがあって、中ではメダカ泳いでますね。山本さんは庭師の経験を生かして、植物や土、流木などで鉢や水槽に小さな空間をデザイン。このビオトープをきっかけに、客に本業である庭にも興味を持ってもらいたい考えです。よし。この日、山本さんは網を片手に米子市内の川へ。この河川にはどういう生き物がいるかっていうのをちょっと調べてですね、はい、一応採取しているところですね、はい。かつては身近な存在だった川に住む生き物たち。しかし最近では川遊びをしたことがない、川の生き物を見たことがないという子どもも少なくないといいます。山本さんはそんな子どもたちにも見てもらいたいと、こうして自ら川に入り、魚などを捕まえているんです。うわ、大量に。ハゼの仲間だとは思うんですけど。この日取れた魚やエビは早速店の水槽に加わりました。他にも山本さんが捕まえたドンコやフナ、モロコなど、店には地元の川に住む生き物たちがたくさん。店に行くたびに違った魚が見られるかもしれない。
水族館のようなワクワク感も店の魅力の一つです。楽しいです。捕まえるのも大変そうだなって思って近所の川に行ってザリガニを取ったり、それこそメダカを取ったりしてました。やっぱり僕もまた飼いたいなという思いになりました。水族館なのっていう感じで、まあ、なかったものを作りたかったっていうのもありますし、大原模型店さんっていうプラモデル屋さんだったので、子どもたちがあふれるお店にしたいかなっていうのが最初の考えですね、はい、かつて子どもの笑い声があふれていた商店街ににぎわいを取り戻したい。周囲に飲食店などがオープンする中、山本さんの店はちょっと変わった水族館として異色の存在感を放っています。ゲームを今流行ってるとは思うんですけども、少しでもそこからちょっとだけ離れていただきたい。できれば子どもたちと一緒にね、川に魚取りに行ったりして、ここで生態を調べて、こういう生き物がいるんだよっていうことができていけば楽しいかなと思っています。